どうも、キスクです。ということで、本日は全員ね、新キャラクターが赤一凸になったということで、まあ、それを記念して、セットで使っていこうかなと思います。対戦よろしくお願いします。いやー、もう今のレジェンズ、この3体凸追ってるだけで勝てるぞ。マジで。クーラとか、ブロリーとか、身勝手とか、龍拳とか、いらないんですよね。はい、これね強いよなー。マジで待機関東不要あるんすよね、パンちゃんって。マジで優秀じゃない。 OK、 入んのか。全部入るやん。やばいやばい。おい、全部入るぞこいつ。なんだなんだ、マジで。まあパンちゃんでいいや。でこれで、あー出てくるか。まあじゃあこれ特殊アーツで、お気力減少して待機カウントも短縮してっていう感じでいこうかな。ダメだー。おい、オッケー。うん、全然オッケーじゃないな。まあでも受けるダメージは属性相性不利無効なんで、まあ、特に問題ないかなと思います。ガチガチです。なんだそれ。よいしょー、手札吐きなり、やべ。最悪。まあ踏ん張りなんでこのまま受けちゃおう。なんか全部ぶっ破してくんな、怖すぎひんこいつ。ちょっと立ち回りがめちゃくちゃ厄介なタイプですけど、待機カウント短縮、これ強すぎやろ。マジで待機カウント短縮がマジで強い。でパンちゃんの火力もまあ悪くない、正直。いいね、射撃圧、必殺圧いく。これでユニークゲージ満タン、いい火力なんだよな。パンチ、今の普通に避けたらよかった。 OK、あー最速。まあまあしょうがない。残念。まあパンちゃんとビースト残ってれば大丈夫かな。だから特にビーストやね。ビースト残ってればもうどうとでもなる。今の環境は何が来ても怖くない。緑も等倍で受けれる、問題ナッシングです。入る。オッケー。じゃあ、不利属性無効の必殺圧で。いやー、強ーい。マジで強い。もう一回見ちゃおう。びっくりマーク。まあ、これ打撃っぽいんで、避けちゃいます。オッケー。危ないね。はい！いいんじゃないでしょうか。いいね。これ外すか。あ、外さんでいいわ。これでいいわ。さあラスト、あざす。まさかのパンちゃんで勝利。今の危なかったな。そのまま終わろうかなと思ったけど、ギリギリ踏みとどまったわ。踏ん張りもっとったね、そういえば。 OK、 あざした。さあマッチングしました。劇場版パーティー、まさかの赤色2枚。なんで？ご飯ビースト舐めすぎじゃないか、それは。削れないぞ。どうするつもりや。まあ、どうやって立ち回っていくか。まあ、ちょっとね、うん、期待しながら戦っていこうかなとは思うんですが。やっぱ見栄えいいね、全員なんか同じ凸やったら。まあ、赤い凸って、そこまで、なんかびっくりするような凸ではないんやけど、全員一緒っていうのが、なんかじわじわ来るよね。オッケー。ご飯ビーストなり、泥足2段階なので当然コンボは続きます。まさかの不利属性で受けるこの勇者、残念。あざす。それはありがたいね。このピッコロも優秀なんだよな、マジで。
ピッコロもマジで優秀。あざす。必殺発2枚消費していく。外します。通常で返そう。でこれメインアビリティで見て避けてる。特殊発で見よう。マジ男前やな。全部突っ込んでくんなこいつ。あれ回避入ってない。まあこれはこのまま受けちゃおう。全然問題ない。全然ダメージ入らんくて笑うしかないか貴様。えぐいなおめえ。マジでえぐい。マジで。あマジか。逃がさん。待機カウント短縮。岩をぶつける。いいね。通常で返してパンちゃん経由するか。普通に遠距離打撃してくるタイプなんでちょっとこれ怖いね。通常で射撃圧暴発しすぎじゃね。遠距離打撃してきそうなんだよな。どうする。はい、螺旋丸みたいに腕光ってるよ。通常で返そう。ライジングでいいや。マジかよ。相手の方が早いんやね。これはちょっとやらかしたわ。いやーこれ踏ん張り向こうついてるから死ぬんだよな。どうやって赤2枚で立ち回ってくんのかちょっと楽しみやったけど、シンプルに雑に攻められて負けだわ。マジでシンプルに雑に攻められて負けそう。はい、まあおそらくパンちゃんで削り切れるでしょう。オッケー、まあ2対1なんで大丈夫だと思います。さあ遠距離打撃はしてこないのかな。めっちゃ避けてんね。はい。そらそんなにピョンピョンしとったらそうなるよ。これはしょうがないでしょう。オッケー、これで勝ちやね。あざした。さあマッチングしました。劇場版パーティー対戦お願いします。やっていきましょう。まあ青色刺さるねこれ。だいぶ、まあ相手も一緒か。簡単には負けないよ。OK。この特殊圧は、まあ、ビーストで使うか。あー、めんどくせえ。このさ、クイック移動からの即圧、マジでゴミやな。思わん？マジでゴミじゃない。クイック移動してから相手の回避見るとかやったらわかるけどさ、そういうのもないやん。ガチでクソやと思う。はい。オッケー。中距離打撃でしょ。オンパレードやん。オンパレード。やばすぎやろ。待機カウント短縮。全部使ってくるやん。怖すぎる。通常で返して。怖いな、中距離打撃。オッケー。あざすー。手札空き、不利属性無効、バニシング回復、大盛りだ。 OK、 バニシングなくなったけど通常で返そうか。お、メイン使ってくる、ありがたくね。パンちゃんの待機カウントが回復しちゃうんだよな。ライジング。まあ今のタイミングは射撃圧しかなかったんが、まあ必殺でよかったか。完全ミスったね。ピッコロちょっと柔らかいよなやっぱ。オッケー、特殊カボチェン無効、これマジ強い。いや大丈夫か。アーツ引いてこれでライジングラッシュがたまる。いやどないしよっかな。泥足2段階でしょ。うわそっちか。悲しき。あざす。
なんでキャラチェンしないんだ。さあどうする。あー出た、このクソゴミ戦術。マジでさあ脳死かよ。はい、恥を知れマジで。俺もやろう。俺はダメと。 OK です。やられたらやり返す、倍返しだ。これはユニークゲージ溜まる前にライジング打っちゃおう。はい、ライジング、そうだよな、出すしかないよね。バニシング奪われちゃうんでね。よし、まあなんとかなりそうかな、ビースト残ってるし。ピッコロさんがやられたことによってビーストも特殊アーツを引っ張ってくるけど、もう使ったっけ。忘れちった。さあラス1。 OK。 はい、ありがとうございます。何度も見たよそれは。ポン、あざした。さあマッチングしました。対戦やっていきましょう。孫一族パーティー、赤色が2枚。おめえご飯ビースト舐めすぎじゃないか。対戦お願いします。入る。あー打っちゃった。あーラッキー。オッケー、おう。まあまあまあいいわ。いやこれはちょっともったいないな。はい、入る。いいよ、まあ悪くない今のところは。これは有利属性なんで問題なく受けれますね。バニシング奪って OK、 これであざす。出てくるか。ただ無意味なんだよな。ただ意味なし。いやーちょっとなんか特殊アーツとか欲しいな。あれ、なんかすげえさっきからぐちゃぐちゃになっちゃうんだよな。ちょっとご飯ビーストで頑張りすぎかな。これこれでようやく特殊アーツが来たんで、あざす。何遍もありがとうございます。行くでー。はい、まあね、これは OK。 いやーこれなー、あーやべ、パンちゃんで受けちゃった。いでで。これでしかも特殊アーツを使って待機カウントも短縮。これでライジングが来ても大丈夫。さすがに射撃アーツは打てない。怖いね。はい、射撃圧こういう時に多いんだよな。はい、さあどうする。ピュー、行くぞ。 OK。 いやー全然攻めてこへんな。全然攻めてこないですね。あれなんでバックダッシュ。あざす。オーケー。いやーやっと入ったわ。すげえしんどかったけど、まあまあオッケー。さあユニークゲージ満タン。これは特殊カバチェン無効なんでガンガン殴っていきます。手札吐き、はい。さあユニークゲージを速攻で削って入る。打撃圧多いな。ほら削るぞこのまま。いいのか。 OK、 メインで見よう。よし。メインで見ます。これはね魔漢光殺法で貫けるんで踏ん張りごと、まあライジング使ってないから踏ん張りではないんやけど、ブワー強すぎ。 OK、
通常で返してパンちゃん。これは通常でいいや。なるほど、入る、全部入るね。あー、噛み合った。これはちょっとやらかしたね。さあ特殊カバちゃん無効、ただこれで手札破棄、救急カーツ消えたんじゃない。ライジング、ライジングラッシュは踏ん張りで受けちゃう。強すぎじゃないマジで。このすげえ立ち回りぐっちゃぐちゃやけど、なんとかなってんのがすごいマジで。なんとかなっちゃうよこの強さ。踏ん張り、ありがとう。もうユニークゲージ速攻削ったのかなと思ったけど、そんなことはなかったね。あざした。そんな程度じゃ話にならないな。はい、皆さんお疲れ様でした。本日は全員赤一凸になったパンちゃん、ピッコロ、ご飯ビースト使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。このパーティーはねマジで強い、うん、クソほどぶっ壊れパーティーです。しかも一つのガシャで揃っちゃうっていうのが、まあなおやばいよねっていう感じでした。よければチャンネル登録と高評価お願いします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。